そうそう、どうもで思い出してんけど、香港で、はいどうもって言うたらあかんって知ってた香港では、はいどうもは禁句にした方がいいんです。これは、言論弾圧ではなくて、めっちゃ恥ずかしいこと言うてることになるんです。 日本語で、はいって返事をしますが、一節では、関東語から取ったって言われてます。これ本まかどうか知らないですけど、関東語で返事ははいです。香港旅行に行かれる方は、日本語と関東語の返事が、はいっていうこと、分かってて、 で、可愛く見せようと、女性が、はいはいって、返事をして、現地の人たち、くすくすくすって、もう勘弁してって思っているって聞きました。関東語は、六世とか、九世って成り立っているんですね。成長っていう。中国語、普通語は、 四生って言って四つの成長で成り立っているんですけど、香港の場合は関東語で六世。関東語教室入会体験入学でタダで教えてもらったんが、まあまあまあ、まあまあまあ、やったんですけど、 日本語の調子で、可愛く、はいって言ってしまうと、あそこって言ってるみたいです。まあ、なんとかこうとかいうやつです。すなわち、女性気を指す言葉ということで、はいどうもがまた最悪で、あそこけいぼうぼう言うてるように聞こえるそうです。 日本語のどうも、これを香港で言ってしまうと、多いけのキぼうぼうどうもに聞こえてしまう。だから、ちょっと言うたらあかんって恥ずかしいでっていうことを覚えとくといいですよ。今ね、急遽動画のスタイルを変えたので、 編集ソフト、ほったらかしにしてたやつを使い出して、あたふた中なんですね。同じ動画、スパム動画にならないようにするにはどうしたらいいのか、とか思って、メモを赤くしてみましたけど。これまでのように、政治ネタもやりますので、チャンネル登録よろしくね。